沖縄県立八重山病院は、沖縄県石垣市にある県立の医療機関である。八重山医療圏の地域中核病院であり、沖縄県災害拠点病院の指定を受けている。また、八重山列島の入り表島東部、西部、小浜島、波照間島に4カ所の付属診療所を有している。旧沖縄県立八重山病院入り表島西部の、祖内に位置する。 入表島東部の大原に位置する。小浜島に位置する。波照間島に位置する。旧市中。鳩間島に位置していた。2019年に診察終了。石垣島北部の伊原間に位置していた。2018年10月1日に石垣空港跡地に移転した。新病院は2016年2月3日に着工。建設地の石垣空港跡地は、 第二次世界大戦中に海軍石垣島南飛行場として使用されており、工事中に不発弾が相次いで発見されたため、会員は当初予定していた2018年3月から遅れることになった。鉄筋コンクリート構造地上5階建てで、敷地面積は約4万平方メートル、延べ床面積は約2万3200平方メートルと、それぞれ急病院の1.6倍。 1.4倍。病床数は302床で、診療科目には新たに、地下高校外科が加わった。ありがとうございます。